8月21日、22日の2日間、にぎわいの里野々市カミーノで子どもの街ボンボンタウンが開催されました。このイベントでは会場を一つの街に見立て、参加した小学生が疑似通貨を使って買い物や仕事、納税などを体験します。さまざまな体験を通じて自分の頭で考えることで消費トラブルの被害者にも加害者にもならない力をつけることを目的にしています。令和2年度、3年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により規模を縮小して開催してきました。今年度につきましては検温、アルコール消毒、マスクの着用など感染予防対策を徹底した上で開催することができました。3年ぶりに本格的に開催できたことで、子どもたちはより多くの体験をすることができたと思います。ボンボンタウンでは自分のお店を開くことができます。また職業体験をすることもできます。希望する職業を体験すると疑似通貨でお給料をもらうことができます。そういった一連の流れを体験することによって支え合っている町の仕組みを学ぶことができるようになっています。仮想の街を楽しむためにも必要なのがお金。ボンボンタウンではボンクと言われる疑似通貨を使用します。最初にハローワークで仕事を探します。どんな仕事があるのでしょうか。パトロールしに行こうか。こちらは町の安全を守る警察官がパトロール中です。ごめん、俺捕まったから後よろしく。後よろしく。捕まった。これ俺らいつまでここにいればいい？3分間。仕事を終えると銀行へ向かい給料を受け取ることができます。200ボンクでした。はい、200です。ここで20ボンク渡してください。ね、また稼いだお金には納税の義務があり、税務署で申告し納税します。10ボンクください。はい、ありがとうございました。造幣局で紙幣の発行などもあり、お金の仕組みを体験できます。はい、次の方どうぞ。また町の中には企業相談所が設けられ、申請書を提出すればお店を出すことができます。2人で1つ。お店の名前じゃない。はい、じゃあ。手作りのアクセサリーやおもちゃ、ゲームコーナーなどが並んでいます。お店の商品はこの日に合わせ事前に制作してきたそうです。こちらの鮮やかな花のブローチや3色団子などを販売した男の子は、去年とかやったことあって、で去年が1万ボンクいった。今回どう？今回も1000ボンク売れた。なんか結構たくさん売れるし楽しい。頑張ればなんかいいやつができるって感じ。ボンボンタウンには毎年参加する子どもたちも多いといいます。今回の企画運営に携わるハグネット代表の高橋さんに話を伺いました。継続してきてる子たちはこう例えばお店出すにしても改善されてるんですよね。お店のこうクオリティがどんどん上がっていって、その町の仕組みも分かってる子たちはこう計画を立てて次はここ行こうとかで、こう失敗と挑戦がこう繰り返されてるっていうのは経験者の子にはやっぱそういう姿見られたし、で今回やっぱ初めて参加するっていうのも結構多くって。事前のサポートっていうのもさせていただいたんですけど、オンラインで子ども会議したりとか、お店作りのサポートに出てもらったりして、そう事前準備を万全にした上でこう楽しみにしてくるっていう姿がありました。事前に準備ができなかった子どもたちにも当日デザイン工房を利用し好きなものを作ってお店で販売することができます。病院の仕事では実際に現場で働く助産師が人形を使って赤ちゃんのお世話の仕方を教えていました。そこにニュースクリエイターの仕事を体験する子どもたちが取材にやってきました。赤ちゃんのお世話をしてみて分かったことはありますか？ミルクの入れ方。ありがとうございます。赤ちゃんのお世話をしているんだけど、赤ちゃんのお世話はどんなことをしていますか？ミルクあげたり、お風呂で洗ってあげたりしています。ありがとうございます。ありがとうございます。あとは大丈夫？取材内容を新聞にまとめ、掲示板に設置します。分かったこと。こっちも聞いて分かったこと。2階の病院の前でメレンゲの歌を歌います。イベントクリエイターの仕事ではライブが開催され、参加した子どもたちが歌を披露していました。将来は歌手になりたいという男の子。ボンボンタウンは3回目だと言います。いつもやっとるから今回もやろうかなと思った。歌うのもあったし、ダンスも大体の忘れたし、なんかやった。楽しい。その他にも参加した子どもたちに話を聞きました。楽しかった。どこが一番楽しかった？捕まえたとこ。銀行員とか。お店に物買いに行ったりとかした。お金を配るときになんか楽しかった。今までの経験を生かしてちょっとなんかみんなが喜びそうなものを選んだので、どういうふうに話しかけたらいっぱい来てくれるかとか、そういうことがたくさん学びました。なかなか買ってくれないけれど、ちょっと声をねかけたりしたらできました。この町のリーダー、キャプテンを決める選挙が始まりました。立候補者6人が壇上で自分が考えている子どもの町の政策を堂々と発表しました。僕たちはみんなが仲良く遊べる町を作ります。お客さんのガイドツアーを作って、いつお客さんが来るか分かるように、お客さんの大行列を作りたいです。私はみんなで助け合える元気いっぱいのボンボンタウンにしたいです。そのために怪我をしないように呼びかけたり、ポスターなどを作ってみんなが仲良く楽しく元気にできるように頑張ります。お金が足りないとかの困っていたらお金を貸してあげたりして、みんなが楽しく買い物ができるようにもします。僕は走らず安全に行動したり、お店を楽しくできるボンボンタウンにしたいです。そのためには上の階の商品は1つ、下の階の商品は1つは買ってほしいです。歌の場所を税務署と消費生活センターの前にしてほしいです。歌の時は商売をやめてきてほしいです。わけはみんなにもっと歌を聴いてほしいからです。どの立候補者も一生懸命自分の考えを発表していました。この後、子どもたちはキャプテンにふさわしいと思う立候補者に投票します。投票が終わり、集計結果を待ちます。見事、町のリーダーに選ばれたのは小学4年生の縄本さんです。ボンボンタウンのために頑張ります。よろしくお願いします。とても嬉しかったです。お金に困ったりしてたら貸してあげたり、転んでたりしたら病院に連れて行ってあげたりしたいです。自分でちょっとでも何か変えれるんだとか、一人でもこう影響力があるんだっていうことをやっぱ体感するチャンスだと思うんですよ、子どもの街って。でそこで失敗し放題で受け入れてくれる大人がいっぱいいて、こう挑戦できる場所、失敗できる場所っていうのをもっと存分に感じてもらって、で未来は自分で作れるんだって、自分の街は自分で作ることができるんだっていうのをこう感じてほしいんですよね。何世代のキャプテンみたいな、なんかそういう話があって、どんどんこう積み重なって、で循環でぐるっと、で自分の子供がまた子どもの街に参加するようになったんだみたいな話があると、まだ4年しか経ってないですけど、ずっとこの先もきれいめなく続いていくといいなって思ってます。この日は子どもたちにとって憧れの仕事を体験したり、社会の仕組みを学んだりする楽しい一日になったようです。